当たりでした。途中から出場の選手が素晴らしいバッティングをします。掛川西ヒットとレフトのエラーが記録されています。いいスイングしましたね小浜君ね。この2アウト2スリーを追い込まれた場面よく打ちました。さあそして4番ファーストエスカ、高いバウンド、スリーアウト、試合終了。あと一歩及びませんでした。初出場21世紀枠宮城リフ甲子園初勝利。伸び伸びとした両チームの動きが見られました。ただいまから岐阜高校の栄誉をたたえ、同校の校歌、勝って岐阜高校の校歌初めて甲子園に流れます。校歌の栄誉を行います。アルプスも一緒に大声で歌いました。笑顔でそこに挨拶に行きます。春夏通じて初出場で甲子園で勝利。前半でリードを広げられましたが諦めず、後半は素晴らしいバッティングを見せました掛川西。1回戦最後の試合が終わりました。宮城リフが静岡掛川西に勝って2回戦進出です。前半はリフの良さ、そして後半は掛川西の良さも多く見られました。2人でやるから解説杉本慎吾さんと共にお伝えしてきました。何かこの点差を感じさせないような終盤は非常に見応えのある両チームの攻防になりましたね。そうですね。というのもですね、この点差ほどの実力差というのは私なかったと思いますね。この5回まではリフが毎回得点、7回からは掛川西が毎回得点、はい、というようなゲームだったんですが、このやはりね得点を上げている時にはですね、序盤はリフ高校にこの攻めの気持ちは強かった、はい、で6回から掛川西高校は尾崎君が登板しました、はい、それから8回からはですね江塚君が登板しました。この両投手がね攻めのピッチングを見せましたよね、うん、そういったところで今度はこの6回からは掛川西の方に攻めの気持ちがね強くなってきたと。もう今日は本当にこの攻める気持ちが強いチームのところに得点が入った、そんなゲームでしたね。初出場と久々の出場ということで、まあ、地域の大きな応援などもあってなかなかまあプレッシャーもかかる場面だったと思うんですが、両チームの選手たちその持ち味のプレーが見られる部分が多かったですね。そうですね。特にこの岐阜高校はですね、序盤この21世紀枠での初出場ということで、はい、緊張する場面あるんじゃないかなというふうに思ってたんですけれども、そんな心配もよそにね、のびのびとした野球を初回から展開してくれました。そうでしたね。このリフは試合前、小原監督や選手たちも
いかに平常心でプレーできるのかが一番の鍵ですという話が聞かれましたけれども、その自分たちの普段通りの野球ができたのではないかと思います。今日4打点の4番の湯野村の姿などが見られました。一方の掛川西も、まあ、前半リードは広げられてしまいましたけれども、後半は途中から出てきた選手なども大変積極的なスイングを見せて得点を返していきました。この掛川西高校というのはね、こうつなぐ野球というのがね、この本来のスタイルなんですけれども、特に途中から出てきた内山君がですね、7回にホームラン、はい、それから9回2アウト2ストライクの土壇場からですね、この小浜君がタイムリーとね、そうでしたね、本当にこの粘り強い野球を見せてくれましたよね。まあ、志村君はこのピッチャーの先発ピッチャーの堀野君、結局初回から失点を重ねてですね、途中降板となってしまったんですが、はい、彼のね、この一番いいボールのシュートボール、これをもう少し見たかった気がしましたけれどもね、はい、その先発の堀野が、まあ、本来のピッチングとは違うピッチングになってしまったことが掛川西としては誤算だったと思いますが、まあ、このあたりはですね、まあ、キャッチャーの勝俣君もですね、今日のまたリードをね、いい教訓にして勉強してほしいなと思います。彼にもね、試合前話聞いたんですけれども、甲子園の試合をですね、数多く DVD に撮ってね、毎晩家に帰って勉強してるらしいんですよね。まあ、今日はね、その舞台に自分が立てたわけですから、今日自分のリードをね、しっかりともう一回ね、帰って勉強してほしいなというふうに思います。キャッチャーご出身の杉本さんですが、こうしたご経験というのがまた今後につながっていくんでしょうね。勉強していくということはね、本当に僕大事なことだと思いますよ。今勝ちました利府高校の選手たちがインタビュー通路に引き上げてきました。これから準備ができましたら利府高校の小原仁監督のインタビューをお聞きいただきます。放送席勝ちました宮城利府高校の小原監督にお話をお伺いします。春夏通して初めての甲子園での初めての勝利、いかがですか？まずはここまで、たくさんの方々に支援していただきましてですね、それに対してまずは恩返しができたかなと、この一勝で、そういう意味では本当に非常に嬉しく思うと同時にですね、正直ホッとしてます。はい、ホッとしてますか。最後は相手の粘りもありましたが、最後は9回勝った瞬間、どのようなことを思い浮かべましたか？もう本当に甲子園の試合って、ね、短いっていうふうに聞いたんですけども、まあ、最後そうですね、9回は非常に長く感じました。はい、初めての甲子園で、ね、そういった上でも初回の1点というのは流れの上でも大きかったでしょうか？そうですね、1番 の遠藤が、まあ、しっかり出てくれてですね、まあ、理想的な形で、先制点が取れたので、はい、4番の湯野村が今日は本当に大当たりで、いい感じで前半中盤まではね、うちのゲームができたかなと思います。はい、やはりあそこでいけるぞというふうに思ったんですか？いえもういけるぞとはもう全然最後の最後まで思ってなかったので、もう本当にもう毎回1点1点とにかくチャンスが来たらば1点ずつということをね、ベンチで言ったんですけども、はい、まあ、1点1点というとそのあたりやはり送りバントもそしてスクイズもきっちりと決めていましたね。そうですね、本当に5回6回あたりまではうちのペースでやれたかなというふうに思うんですけども、まあ、やっぱりちょっと終盤チャンスがあったんですが、フライを打ち上げたりとかですね、まあ、ちょっとそういうところが、まあ、雑になったわけじゃないんですけども、まあ、ちょっと力みが出たのかなというふうに思います。はい、ピッチャーの塚本投手はどうご覧になりましたか？まあ、いつも通り落ち着いて、低め低めをついてですね、打たせてるピッチングをしてくれたと思います。はい、初回のセカンドの内野フライ、そして2回のセンターのフライも大きかったですね。そうですね、もう本当ここに来て、まあ、普段練習で出ないような、ね、プレーも出てるので、まあ、今日はみんなよく頑張ったと思います。はい、
終わってみれば17安打10得点、今日の一戦戦って甲子園選手の動きどうだったでしょうか。正直ちょっと試合始まる前は不安もあったんですが、本当に思い切って伸び伸びとやってくれたかなというふうに思います。はい、次は習志野高校との試合ですが、いかがですか。いやもう全然この一戦のことしか考えてなかったので、また今日ゆっくり帰ってまた考えたいと思います。はい、どうもおめでとうございました。勝ちました利府高校の小原監督にお話を伺いました。少々お待ちください。談話をお伝えします。それでは5打点の活躍、4番の湯野村選手の談話です。小林アナウンサーです。自分のバッティングについては相手のピッチャーの研究はしたけれども、あまり考えず無心で打ちました。結果がついてきてよかったですと振り返りました。また学校初勝利のことについては本当に嬉しいです。監督の誕生日が近かったので勝利がプレゼントできてとても嬉しいですと、パッと顔が笑顔に変わりました。敗れました掛川西高校の上村監督の談話、道アナウンサーです。上村監督は台の上に登ってしばらく黙りました。そして、立ち上がり先取点を取られてそのまま抑えが効かなくなった感じがします。まあ、3点までだったらと言ってまた黙った後、満塁の走者一掃が痛かったですと、そういうお話でした。インタビューと談話は以上です。放送席どうぞ。インタビューをお聞きいただきました。1回戦最後の試合、宮城リフと静岡掛川西、10対4、リフが2回戦進出を決めています。それではこの試合の模様を VTR で振り返ります。1回の表、リフヒットと送りバントなどで2アウト3塁、4番の湯野村左中間へ先制タイムリーツーベース、1対0、まずリードを広げました、リードを奪いました。1回裏掛川西、1番の松下が左中間にツーベース、このあとツーアウト三塁となって4番の江塚、ここは三振。リフは2回にも1点を挙げ2対0とリードして迎えた2回の裏の攻撃、ワンアウトから6番の勝俣の打球をこのセンター藤原のファインプレー、これは大きかったというお話が小原監督からもありました。3回表リフ、ツーアウト1塁2塁で6番の井上、このレフトへのタイムリーで1点を加え3対0とリードを広げます。さらに4回1点を加えた後なおもワンアウト満塁で、これが大きかったと上村監督は振り返りましたが、4番の湯村の右中間への走者一掃のタイムリースリーベース、さらにこの後スクイズで1点を加え8対0、5回にも10対0とリードを広げた後ですが、7回裏掛川西は先頭の7番の内山が左中間への大会7号のホームラン、1点を返しました。さらに8回、ワンアウト一塁で4番の江塚、この当たり素晴らしい打球でした。大会第8号のツーランホームラン、これで10対3、点を返します。さらに9回、1点を挙げてツーアウト三塁で先ほどホームランの江塚でしたが、ここはショートゴロ、リフが最後は振り切って21世紀枠で出場、春夏通じて甲子園初出場初勝利を挙げました。この試合の解説は